こんにちは、新イベントスタートしました。内容としては、久々の戦闘系イベントですね。イベントを進めると最初にディルックをお試しできます。スキンで効果音とかエフェクトが変わってるのを楽しめました。その後は、久々の形式。最初から3個の難易度を選べて最高難易度をクリアすると、高難易度が解放されます。初日は、爆発を規定回数打つのと、強敵の撃破が条件でした。報酬は高難易度、絶路では。鉱石なので必須ではなさそうです。1日1個ずつ挑戦が解放されるようです。ということで終わり、ご視聴ありがとうございました。